実際途中でやっぱりやめたいってなる方がすごく多いんです。そうならないよう皆さんがうまく誘導してあげなくちゃいけない。人間ですから不安になるのは当たり前ですよね。誰も好き好んで死にたいなんて思わないですよね。そういう気持ちにはきちんと寄り添うことが大切です。その上で利用者様がこの世に未来を残すことなく心安らかに旅立っていただけるように。